リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。ウィンちゃんが一人で出てきてご飯食べてますね。で、その横でね、パパのハロー君が食べてますね。こっち、こっち、こっち。これ、ハロー君。こっち、ウィンちゃん。まあ、ハロー君はね、ちょっといろんな動画でちょいちょい言わせていただいてるんですけども、キョロちゃんと夫婦だったんですけれども、こっちにいるね、パッチちゃんっていう子の遺伝子を残したいっていうところでペアリングをして、今ね、ペアリングが成功して一緒にいる状態になります。なので、こっちはね、お母さんはポチョの中と娘って感じでございます。うん。ちょっとね、急に近づくと、もしかしたら、ビクッとしちゃうかもしれないんで、ちょっと一回遠くから撮っております。いや、 iPhone すごいですね。3倍でこれだけ認識できるほどのこう映像が撮れるのはいいことですね。あ、こっち今パッちゃんが出てきてますね。パッちゃんが奥にいます。パッちゃんね、足がちょっと良くない状態ではあったんですけれども、まあ、今もね、後ろ足あんまりいい状態とは言えないんですけど、本人は至って元気で、なんかちょっとずつね、足先をピクピク動かすようにはなりましたけども、まあ、そっからの回復は、あとはもう時間をね、かけながらっていうところかなと思っております。まあ、ただ本人はあんな感じで元気です。まあね、元気なことが一番、やっぱり、私的にね、嬉しい限りでございます。あ、カミカミしてる。どうしてもなんかプラスチックのものをね、噛んだりしますよね。餌入れとかね。今、噛み噛みしてますね、あそこで。近づくとね、一瞬だけビクッとするんですよ。で、ああ、なんだ、君か、みたいな感じで、その後ね、落ち着いてこっち見てくるんですけど。さあ、ちょっと近づいてみましょうか。ちょっとカメラを1倍にして。身はつぶといね、ご飯食べるの。あ、どうもおはよう。どういう状況あんた。ほんと前足だけでよくそんなにうまくやれるね。あなた餌じゃないね、私だね。それ構ってくれると思ってるんでしょね、パッちゃん構ってくれると思ってるでしょ。今日はごめん、動画撮ってるだけ。まあ構いはするけど。あ、構ってくれないって分かったからご飯食べる。食べないね。あんた可愛いね。待ってくれると思ってんの。はい、早いんだよ。どこ行くの。どこ行くの。あんた可愛いね、やっぱね。反射がすげえな、後ろの LED の。さあ次、あら、ギョロメちゃん、おはよう。ギョロメちゃんすごい見てるね、君。そんなに見る、こっち。かわいいね、パッチね、あんた。あんたかわいいよ、ほんとに。でもちょっと構ってくれないなっていう顔してるね。なんだよって。あんた結構つぶといのね、ウィンちゃん。ウィンちゃんつぶといね、それ。我関節飯食ってるじゃん。あ、あなた結構つぶとい子ですね。まだ見てるもん。じゃあ近いんだよ。
近いのよ。構う構わない関係ないし、近いのよ来るのは。ちょっとやっぱり足少し使うようになったね、あんたね。うん、近いのよ。そしてやっぱり今キョロちゃんも出てきて、シュシュ言ってたね。お母さんと仲良しだね。あれ、ギョロちゃんのお乳飲もうとしてねえか。まだね、たまにお乳飲むんですよ、この子。でね、お乳を飲むからかね、ギョロちゃんがたまにあのお乳飲まれた時のね、チチッチチッっていう鳴き声をね、出します。あんた可愛いね、ほんとに。あんたの会じゃないんだけどさ、はっちゃん、はっちゃん会じゃないんだけどさ、はっちゃん会じゃないんだけど、はっちゃん映しちゃうね。うん、近いよあなた、ほんとに構ってくれると思ってるでしょね。ある意味構ってんだけどさ。じゃあもうギョロちゃんが飯食い始めたね。ウィンも前出てきて普通にご飯食べりゃいいの。ウィンも出てきたらいいのに。あなたはあれだね、あの割と我関節だね。ちょっと見てくる。あ、シュシュ言ってる。普通に飲んでるね。水あなたが飲んでるの私実は初めて見たよ。飲んでんだろうなと思ってたけど、全然余裕で飲むじゃん。そしてあのあれなんだね、うちの子は今夜中というか朝方6時半ぐらいですけれども、ここの2人は出てくるのね。ここの2人というかここのペアは、上はもう全く出てきもしない。このポーチの中で多分寝てる。ポーチに向かって、ね、多分息かける、息吹きかけるとね、シャーチャキチャキとか、あのジョゴジョゴとか言うと思う。まあ怒るからやめとこう。ジョゴジョゴジョゴって言っちゃうから。あんたでかくなったね、本当に。
私は安心だ。そうやって大きく成長していってくれていて、うん、しかもあなたはね基本的にベタナレちゃんなので、たまにね隣のケージに対してあなた威嚇してるのをこの間見たけど、お母さんと自分以外の袋ももがに対しての敵意をたまにむき出しにするっていう。あそこにねちょこっとだけ隙間があるんですよ、あの向こう、あの隣のケージが見えるね。そこからね隣のケージに対してね、あの威嚇行為をするんですよ。ちょこちょこちょこやめときゃいいのに。あ、でも今回はあのこっちだ、はっちゃんがジコジコジコって言った。どうしてもねケージのね間にこれ1枚かましててもジコジコジコとか言うっていうところで、あとパッチがねあの暖房の下あたりがね好きだからね、それもあるんだろうね。なんかあのね奥の隙間が好きなんですよ。すごい活発だね。うん、やっぱりカミカミするね。そのぶら下がってるの好きよね、そのそいつ。ただ中には入ろうとしないんだよね、引っ張るだけって。いやでかくなったね。お母さんは本当に、自由だね。みんな自由か。お、乗っかる？あ、乗っかなかった。不安定だからやっぱり乗っかりはしないんだね。引っ張って遊ぶぐらいなんだね。うわ、水飲みに来た。ご飯食べてる。あ、いい感じね。あ、こっちはハロ君はもうご飯食べたから寝るらしい。ハロ君ね若干おじさんなんだよね。じゃあそこご飯じゃないわ、そこカミカミしない他は出てきません。すげえもちゃ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 食べてる。いい感じですね。はい、ということでね、今日はね、ビンちゃんの、あの、ご飯ね、食べてる瞬間がちょうど見れたので、動画にね、あの、抑えめられそうだったので、あの、撮り始めました。あと、お水もね、あの、ちゃんと目の前で飲んでるのを、私は今日初めてね、見ましたね、あの、ビンちゃんに関しては。でも、安心ですね、こうやって。まあ、なんか、飲んでるんだろうなっていうのはね、なんとなくわかるんですけど、あの、自分からこう飲みに来てるのをね、こういいタイミングでね、あの見れていなかったっていうところがあって、ちょっと不安でしたが、不安の解消になりましたね。しみんなちょっとずつ戻っていきますね。はい、ということで本日はあのウィンちゃんの動画でございました。はい、もしよろしければこちらチャンネル登録、そして高評価、あと Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。過去にねたくさん動画も上げておりますので、よかったらそちらも見てみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。